そういえばさ、今吉田麻也見て思い出したけど、なんか4月の2日に、なんか日本代表が予選突破できたらワールドカップの組み合わせ抽選会がその日あるんですよ。で、その日の夜、なんか生配信番組みたいに呼んでもらって、なんか、小木やはぎさんが司会のブルーズショーっていうスポーツ専門番組。で、それが YouTube でも配信されるらしくて、あの、小木やはぎさんの番組で元日本代表の中澤さんと清水秀人さんと僕で日本代表について語り合うみたいな。で告知してくださいって言われたから。 お楽しみに、ね、サッカーの仕事とか一回も緊張したことないですけど、ね、小木原さんに会えるのは緊張しますよね。<laughs> 地上派ではないからね、普通に。でもまあ、選んでくれたら嬉しいですよね。女子アナとかでも、いや、でも,でもそういう番組って出るよね、一人ね、そういう花がいないとね、僕がその日だけね、きれいなね、エロい感じの女の人になれないですからね。いや、なんかさ、あの、小木さん結構サッカー好きだから、もともとやってたし、すごい日本代表に対してすごい。 あの、辛口言いますみたいな。この間打ち合わせしたんだけど。で、中沢さんとかも今の日本代表に対してすごい辛口で言うんですよね。で清水さんとかどんな方かわかんないですけどって言われて、僕清水さんと昔仕事したことあるから、もう日本代表に対して結構辛口な方ですよ。って,言って、あ、そうっすか。でっ,って、でまあ、あとはレオさんですよって。いや、辛口な人しかいないじゃないですか。って。え <laughs>、その、なんすかその日本代表に対しての激辛番組、っつって。下手したら僕が一番バランス取ってる可能性ありますよね。まあまあまあ、みたいな。 まあ、森保さんもね、あのー、選手を守る発言ができますからみたいな。<laughs> あれ、レオンさんが軌道出たから、ひよってるぞみたいに思われそうで、ね、いや、こんなにみんな言ってたら逆に引くってっていう。あの、あれ。赤ちゃんがさ、大泣きしてる時に一緒に大泣きすると赤ちゃん泣きやむやつあるじゃん。激辛番組呼ばれましたんで、スポンサー配慮があります。あそれがね、あれなんですよ。レジェンドスタジアムでまあ、これ別に調べてもらったら出てくることはあれだけ,ですけど、レジェンドスタジアムって電通のに呼んでもらって。まあ、前もさ、マリノスな、マリノスが ACL 出た時にさ、 それの分析チャンネルみたいな、なんかネット上でチケット買って僕と一緒に見るみたいな企画。あれも電通だとは別に全然呼ばれてるんですけど、今回もその、電通プロデュースの、プロデュースというか、協賛まあ俺そんな大人のそういうのは分かんないですけど、そういうのですけど、もうほんと、忖度なくバシバシ言ってくださいみたいな。って言われてるから、別にスポンサー入るとかないんじゃないですかね。僕一番マイルド説出てきますよね。でも結構レオさん、森保さん擁護してる。もう結構ちゃんといいところはいいって言わないとね。 悪いとこ行った時そういう商売してる人みたいになりますからね